ちょっと近づいて、パス。こうします。もちろん人口密集地でも大丈夫です。こちら、これもう完全に誰が見てもトイドローンだと思うんですけど、こちらはどこでも飛ばせます。人口密集地でももちろん大丈夫です。で、こちら、もちろん人口密集地でも大丈夫です。他の方が 199g だからといって人口密集地は避けましょうって言われてる方がいましたけど、それは間違いです。199g はこちらと同じトイドローンという扱いになりますので、航空法でいう人口密集地の規定には当てはまらないです。その他にもいろいろなドローン規定ありますので、それで引っかかるようであれば差し控えなければいけませんけど、航空法の規定で言うと、人口密集地、こちらも飛ばして全く問題ない機種となります。こんにちは、なおさん TV です。今日はこちらではなくて、マビックミニが入ってきましたので、マビックミニのレビューをしてみたいと思います。入ってくるのは今回遅かったので、開封レビューとかはしないです。その代わりに、皆様のお役に立つことをいろいろやっていきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。はい、こちらの商品なんですけど、単体のものを購入しました。開けてびっくり。そんなに軽いのっていう、軽さなんですよ。しかもこの軽さがバッテリー入った状態でここまで軽いで、バッテリーはここにこう入ってるんですけど、バッテリーを抜いてもあんまり重さ変わらないかなっていうぐらいバッテリーも軽いんですよ。ちょっと充電はここからします。で、思っていた通り USB から充電できますので、モバイルバッテリーを持っていけば外でもこの充電ができるということで、バッテリー1個でとりあえずは十分かなと思って、今回はバッテリー1個のタイプを変えました。はい、今までと違う点、まず第一、こちらですね。このスティックがこうくるくるっていうこういうタイプ、これ本当になくさないですし、このままスポッとポケットに入れられますので、すごく便利なんですよ。ここが見えますかね、ここにほら溝が切ってあるでしょ。この溝にこの部分をカチャッとはめる。こうやって止めるんですよ。で、今までの Air と Mavic 2は、ここが全体がゴムになっていて、ギュッとはめ込むようにしてつけるんですよ。それが、こちらの場合は溝になっている。それが、ちょっと変わった点ですね。今までのタイプと比べて、大きさが圧倒的に違います。ちょっとここじゃ分かりにくいですかね。こんなに違うんですよ。で、重さが 903g と 199g。この軽さの、分かりますかね、めちゃくちゃ、これ空高くから落ちてきても痛っっていうレベルだと思います。これは大怪我ですよね。これは痛っで済むと思います。以前スパークを使って屋根の、吹き替えを何日もかけてドローン空撮したことがあるんですね。動画上げてますので、それご覧いただきたいんですけど、そこは人口密集地なんですよ。ですので、これよりもちょっとだけ重いスパークっていう機体なんですけど、スパークは 300g ありますので、国土交通省に機体の申請をして、飛ばした後にはこの場所で何時から何時まで何分、この日には何時から何時まで何分っていう風に飛行実績を報告しなければいけなかったです。で、こちらの機種であれば土地の所有者の了解を得て、その真上で撮影するわけですから、こちらであればそういう許可とか申請っていうのは必要がないっていうことですね。スパーク以上の撮影がこちらはできそうですので、本当にこれは便利だと思います。あと、その結婚式場とか室内で飛ばす時にこれは便利じゃないかなっていうふうに思ってます。はい、電源の入れ方ですが、こちらを1回タップしてもう一度長押しにします。はい、すると電源が入れます。プロポの方もそうですね。一度押して長押しをすると、このような音で電源が入れます。DJI Fly というアプリを使います。これで離陸準備中ですね。で、飛ばすのは今まで通り簡単です。こちらの離陸というボタンをピュッと押しまして、ここちょっと違うんですけど、ギュッと長押しします。すると、はい。こんな感じですね。はい、これで 1.2 メーターのところまで、でホバリングしてます。
はい、こちら前にも後ろにもセンサーがないんですよ。ですのでこんなに近づいても全く逃げないです。ということはちょっと当たると大怪我します。もう 1グラムぐらいしかないむちゃくちゃ軽いプロペラなんですけど、回転していますからちょっと当たるとピシピシピシってすごいのに血が吹き出します。プロペラなんですけどこのようなペラペラです。ペラペラ、こんなもん当たっても大丈夫じゃないって思われると思うんですけど、これが高速に回転してるとかなり怖いんですよ。それにこれ2つあるじゃないですか。例えば指が近づいてきてパシッってなるでしょ。その次にもう一度回転してきてパスってなるでしょ。でこう機体がこう揺れているわけじゃないですか。すると指が切り刻まれてしまうんですよ、恐ろしいことに。そして切り刻まれていても当たってもそれですぐ止まるわけじゃないですから、もうキュウリの千切り状態みたいなね、そういう風になってしまいます。これエアーでやっちゃったんですけど、エアーをこの部屋で飛ばしていて近づけたんですよ。どこまで近づくかなっていうことをちょっとやっていて、でバタバタバタって、でこれ金属なんですよね。だからこのプラスチックのペラペラのものよりもずっと強いはずなんですけど、バラバラになりました。こちらこれエアーでやったんですけど、ガッてやるとバリ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 ってなって、そしてあ飛び出しちゃって、もう止まらない、すぐには止まらないんですよ。でこんなになってしまったって、お母さんに怒られてしまいますので、こうやってフルテープで貼ってごまかしてるんですけど、そのようなことになってしまいます。でこうすると手を近づけると逃げてしまいます。そっと近づいてパッとこうします。ある程度傾きが出ると緊急停止するようにこの機体になってますので、下方向センサーに感知されないようにこうやって近づいてクッと持ってキュッとやればいいんです。すると緊急停止することができます。このままの状態で落ちてくるといてって済みますけど、プロペラが回りながら落ちてくると多分大怪我してしまうってこともあり得るんですよ。ですので危ないと思ったら、これ落ちても多分建物に影響を及ぼすとかそういうことはないと思うんですけど、人がいるところにプロペラが回りながら落ちてくると結構危ないですので、緊急停止をする方法っていうのを今回はやりたいと思います。はい、例えばこうやって飛ばしていて人に近づきます。危ない、でもまだこんなことできない、かなりの上空にいたとします。そのまま吹っ飛ぶかもしれない。そのまま当たるだけであれば大丈夫かもしれないけど、このプロペラが回っているので大変。その方法をやっています。こちらを。怖いね。ここではできないですね。ちょっとここではできないですね。これを内側に外側に、ああ怖いな、ダメだな。ちょっとここは狭すぎてうまくいかないんですけど、この状態で内側に、こちらも内側にギュッとします。今ちょっと動いてしまいましたけどね。その状態で3秒キープするんですよ。これ DJI さんの機体全部そうなんですけど、緊急停止させる方法です。万が一ぶつかるかもしれないという時には強制墜落させましょう。飛ばしながらじゃちょっと怖かったのでちょっと下でやるんですけど、通常浮かび上がらせる時にここで自動離陸する以外に、こちらで両方一度にこう内側にすることで起動するんですよ。それと同じ方法なんですけど、内側に両方を飛んでる状態でキュッとします。で3秒待ちます。すると止まるんですよ。離陸。この状態で緊急着陸させます。キュッとします。で3秒待ちます。着陸。着陸中こうなるんですね。ぜひ覚えておいてください。あ、これ、内容物の中に今までのドローンにはない
ネジ6個とか8個だったかっていう記載があったと思うんですよ。今までドローン購入されている方はみんなこのネジって何って思われたかと思うんですけど、これはこのプロペラを止めるためのネジ、これが別にプラスついてますよっていうものでした。はい、今回の機種は今までいない人口密集地でも飛ばせる唯一の高機能機です。ただプロペラがぐるぐる回りながら飛行するものですので、万が一人がいるような場所に墜落したりすることがあると何としても飛べなくちゃいけない。もう機体はおしゃがなっても構わないので緊急にということが必要になってくると思います。今回の緊急着陸というものは試すことはないと思うんですけど、覚えておいて絶対に損はないことだと思いますので、考えながら安全に飛行したらいいかと思います。事故がないように楽しい空撮がずっと続けられるように皆さんで頑張ってしていきたいと思います。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。またいろいろなレビューをしていきたいと思いますので、よろしければ高評価&チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。